はい、それじゃあ妖怪ウォッチのクエスト、相当久しぶりかなクエストやるの。いやそんなことないか、昨日おでんじんのクエストやったんで、そうですね久しぶりじゃないな、うん、昨日やったな。はい、で今回やるのは、生き物係のクエストですね、今回で最後かな。生き物係のクエストに関しては今回で最後ですよね。まず1回目がなんだっけ、秘密基地で、2回目が肝試しか。で3回目の今日は生き物係のなんだっけな恋バナみたいな、そんな感じのタイトルだったと思うんですけど、今回やるこのクエストで生き物係のね、クエストがなくなってしまうんでちょっと寂しいんですけどね。まあ僕ちょっと個人的にはこの妖怪ウォッチの女の子の中ではミカちゃんが一番好きなんで、ちょっと寂しいんだけどやっていこうか。なんだっけな、生き物係のなんだっけな、名前覚えてないわ。あ、ふみちゃんじゃん。あれ今日は3人じゃないの、タグくんとケンジくんは秘密基地。あ、そういえばこの3人ね、いつも一緒にいるからね、珍しいな、1人しかいない。それがさ違うんだよ。まあたまにはいいんじゃない、2人だって用事とかもあるかもだし。んでもさ最近はいつもそうなんだよな。最近タクとケンジさ2人ともなんかおかしいんだよ。なんかいつもおかしい感じするけどな。おかしいって、なんか私を避けてるみたいっていうか、ミカちゃんを避けるって喧嘩でもしたの。え、私はしてないぞ、ごめん。気になりますね、もしかしたら妖怪の仕業かも。妖怪ウォッチあれだね、なんか何でもかんでも妖怪のせいにしちゃうんだなこれだとしたら大変だ、タク君とケンジ君探さなきゃ。あ、生き物係の最後の恋バナか。もうこれいきなりタイトル的にネタバレしているけどね、ネタバレレベルが20か、そんなレベル高くないんだね。これやっていくか。あー、よしやろう。あのね、私タク君とケンジ君に会ってみるよ、何があったのか聞いてみる。なんかフミちゃんはあれだね、なんかお世話するの好きだね、なんか母性本能がすごいのかな本当？じゃあ私も一緒に行くよ。あ、ミカちゃんは行かない方がいいかも、だってミカちゃんのこと避けてるみたいなんでしょ。あ、そっか、フミちゃん頭いいな。でもタグ君とケンジ君ってどこにいるかわかる？そうだな、タクは最近博物館の展示見に行ってたし、意外な趣味だな。ケンジは電車が好きだからその辺探してたらいいんじゃないか。わかった、行ってみるよ。じゃあ私はここで待ってるからさ、二人に話を聞けたら何か教えてくれよな。うん、さすが仲良し三人組だね、どこにいるのか大体わかるんだね。さあじゃあまずは一番近そうなケンジから行くか。そうだね、ケンジは、あ、上か、段々坂だなこれは。まあ、ケンジが電車オタクだと知らなかったな。さあじゃあ今回のクエスト結構時間かかりそうだね。まあ、時間かかってもいいんだけどさ、まあ、時間短いやつより長いやつの方がいいんだけどさ。おい、いた、ケンジ。電車好きとか言っときながら全然電車の方を見てないじゃんミカちゃん、ねえケンジ君、聞きたいことがあるんだけど。ひ、なんだよ急に。どうしたの？ごめんよ、最近ちょっと変でしょ。これいつも変じゃありません？まあそれはそうだけど、でもケンジ君変って何が？ミカ、いやミカちゃんに会うとさ、なんだか変な気持ちになってつい逃げ出しちゃうんだ。何それ、っていうかちゃんづけ？わかんねえよ、なんかそう呼んじゃうんだ。これも妖怪の仕業なのかな純粋に初恋なんじゃないかな、これ違うのかな。っていうかミカちゃんが心配してたの、ケンジ君が変だって。いつも変だけどなこいつ。ミカちゃんが俺のこと？まあタグ君もなんだけどね。そっか、でもミカちゃんにはさ、
なんともないと言っといてくれよ。変に心配させちゃダメだもんな。でも今日のケンジ君、いつもよりずっと変だよね。あー、なるほどね。じゃあ次はタクか。ひょうたん池博物館だよね。これまた遠いなー、もう。もうちょっと近いとこにいてほしかったのに。でも意外だね、あのタクがね、ひょうたん池博物館。ね、そんな趣味があったんだ。完治じゃあるまいし。うん、そんなインテリな感じしないんだけどな。うん。やっぱチャリンコあると便利だわ。近いな。早い早い。自転車早い。OK、着いた。なんか博物館が趣味だっていうのね。なんかすごいね。でもなんか嫌な予感がしてきた。ああ、やっぱそうだ。博物館の中にいないじゃん。ミカ。ああ、こいつもなんか、ミカちゃんにほの字みたいな感じか。タク君、ちょっと話聞いてもいい？何？ああ、なんだ、フミちゃんか。ねえ、タク君、最近何か変なこととかあった？例えば、ミカちゃんのこととかね。ミカと？いや、何もないよ。何もないんだけどさ。最近さ、ミカと一緒にいるとなんか変な気分になるんだよね。こいつもか。変な？なんかドキドキするっていうか、もう完全に恋心じゃないですか、これ。ん？何するって？あ、違う違う。ごめん。なんでもないよ。どうしたの？変なタク君だな。これはね、もう完璧にそうなのかな。ねえ、フミちゃん、ミカには何ともないって言っといて。多分すぐ戻るから。うん。こいつもミカちゃんのこと好きになってしまったのか。僕の小学校の時はね、まあ、なんとかちゃんが好きみたいなね、そういうのバレるのは絶対にバレてはいけないみたいなね、感じだったんだけどね。最近の小学生はあれなのかな？好きな女の子の名前とか簡単に口に出しちゃうのかな？どうなんですかね。僕の小学校の時に、バレてはいけないことはね、まず好きな女の子の名前でしょ？あと、うんこだね。小学校のトイレでうんこしたら、仲間外れにされたんだけど、昔の、今の小学生はどうなんだろうな。ね。絶対小学校のトイレでうんことかできなかったよね。いや、6年間も通ってたらね、何回かうんこしたことあると思うんだけど、まあね、友達に見つからないようにやっていたような気がする。まあ最近の小学生の事情はよくわからんけどな。お。導きがいるけど、もういいや、もう。ふみちゃん、おっすー。で、どうだったんだ？タクとケンジ見つかったか？このミカちゃんの帽子の M はマクドナルドの M じゃないよね。ミカちゃんの M か。どう見てもマクドナルドだけどな、これ。でもさ、なんともないみたいだよ。ミカちゃんの気のせいなんじゃないかな。気のせいなわけないじゃん、あんなの。そっか、私のせいか。ま、もともと結構変な奴らばっかだしな。あの二人、思いっきり変でしたのに。言われた通り気を使うなんて、なんとお優しい。あ、ふみちゃん分かってたんだね。なんかどんくさい女の子なのかなと思ったんだけど。あ、やっぱふみちゃんも分かってたのか。だってしょうがないじゃん。めんどくさいことになりそうだし。そうだ、そろそろ、秘密基地改造したいんだよな。あ、これあれだね。一発目にやったクエスト。なんか地下水道に作ったんじゃないな。もともと誰かの別荘をね、勝手に奪ったんだよな、これ、秘密基地。明日とか暇だったら一緒に遊ぼうぜ。私ここで待ってるからさ、じゃあな。やばい。これまさか日をまたぐのか。結構大変だな。多分ゲーム時間の1日だと思うから、これちょっと一旦、ふみちゃん家に帰って、ちょっとベッドで寝てくるか。
今回のクエストは結構ボリュームがありそうな感じがするね。まあ最後のクエストだからね。あんまりあっさり終わってしまったらつまんない。そう、今日ね、僕ちょっと本屋さんで妖怪ウォッチの、まあ、攻略本買ってきたんですけど、小学館が出してるあの正規の攻略本じゃなくて、よくわけわかんない出版社が出してるあの攻略本なんですけど、隠しボスがまだいるらしいね。あのギアマンドクロっていうやつと、なんだっけな、あとね、なんだっけ、おむすびじゃなくて、名前忘れたけど、隠しボスがね、あと3体いるらしい。ギアマンドクロとね、名前はあと2体はわかんないけど、で、どうしたらそのボス妖怪と戦うことができるのかとかね、まだ情報が出てないんでわかんないんですけど、ね、まだまだ妖怪ウォッチ楽しめそうだね。あ、なんか宝箱、取ってあるか。さてと、着いた。また一人だ、ミカちゃん。あ、ふみちゃん、いいとこに来たな。いいとこ、また何かあったの？それがさ、聞いてくれよ。あれからタクとケンジに呼び出されたんだよな。やべえ。これ愛の告白か、ついに。それで何か言われたの？夜になったらさ、さざ波公園に来てくれってさ。小学校なのに、夜の公園に呼び出すとか、結構混ぜてんな。でも二人ともそう言うんだよ。あそこに何か珍しいものでもあんの？ミカちゃん鈍いな、これ。どうだろう。でも三人一緒に行けばいいんじゃ？私もそう思ったんだけどさ、今日は一人で来いって言うんだよな。まったく何なんだろう。そうなんだ。それでミカちゃんはどっち行くの？正直さ、どっちでもいいんだよな。だから、ふみちゃんが選んでくれをそっちにするから。まさか。選ばなきゃいけないの？これ。ふみちゃん、これって責任重大ですよ。選ばなきゃいけないのか。責任重大だと言われてもね、多分どっち選んでも結果は見えていると思うんだけどね。まあ、どうしようかな。俺が小学校5年生の女の子だったら、まあ消去法で選んでタクなんだけど、ね、ちょっとケンジはなんていうか、化け物っていうか、ちょっと妖怪じみているというか、人間じゃないからね、ケンジは。普通だったらタクを選ぶんだけど、まあ、ケンジの方が面白そうだから、ケンジにしよう。そうか、ケンジか。まあ、どっちでもいいんだけどさ。ミカちゃんなんか適当だな。ありがとな。正直決めるのもめんどくさくてさ。噛んだ。ふみちゃん、ちょっと心配じゃありません？なんで？いや、あの二人どう見てもおかしかったですし。それはそうだけど、やっぱ妖怪のせいなのかな、これもね。真夏の夜に、何か良くないことがあっちゃいけませんって。私たちもこっそり様子を見に行きましょうよ。そこまで言うならね。それでこそです。夜にさざ波公園でしたっけ？さざ波公園は桜中央シティの海の方だよね。じゃあ行くか。なんかね、最近ヤフーニュースで見たんだけど、最近の小学生はね、もう何でもかんでも妖怪のせいにするらしいね。あの、妖怪ウォッチのせいで。ちょっとなんか問題になってるみたいだけどね。なんかね、なんかの妖怪ウォッチの、なんだ、歌の中に歌詞があって、何でもかんでも妖怪のせいだっていうね、歌詞があるらしいんだけど、それのせいでね、なんか最近の小学生が、ね、なんか母親とか先生に叱られるとね、妖怪のせいだっていう言い訳をするらしいんだけどね。なんかそんな感じのニュースを見た。さあ行くか。じゃあ行くか。愛の告白の場所に行くか。桜中央シティだから、
よし。じゃあ行こう。ああ、これが最後だと思うとちょっと寂しいな、生き物係。トレジャーズハンターも終わってしまったんだよね。まだね、他のやってないクエストとかあるんだけど、ちょっと寂しいな。ミカちゃんにも会えなくなると思うとちょっと寂しい。ちょっと待って、ずいぶんロマンティックな場所に呼び出してんな。小学校5年生でこんな場所を呼び出す？ふみちゃん、いましたよ。ミカちゃんとケンジです。ああ、本当にケンジくんが呼び出しちゃったんだ。静かに見つかってしまったらやばいですよ。どこかに隠れてこっそりと様子を見守るのです。ああ、これはあれだね。雰囲気いいね。でさ、何の用なんだ？こんなところまで呼び出して。もう何なんだよ。見たいテレビあったのにさ。ついに愛の告白か。いや、心臓バクバクいってる。わかりやすいな、ケンジ。俺最近変なんだよな。すごくドキドキするっていうか。え？ドキドキ？ああ、ドキドキすんだよ。あのさ、ミカちゃんを見てると。なんだよ、ミカちゃん。鈍いな、もう。え？どうしたんだよ？お前何言ってんだ？だからさ、俺さ、多分ミカちゃんのこと。あ、ようやく。ああ、そういう展開？嘘、まだ、まさかタクが来るとは思わなかった。ややっこしいな、これ。ケンジ、どういうことだよ？なんでお前がミカと？タク、お前には関係ないだろ？あ、そうだ、ちょっと、声忘れていた。ケンジの声忘れていた。なんだと？ミカは俺が呼んだんだぞ。え、でもそれじゃ、ミカは俺を選んだんじゃん。いや、私はどっちでもよかったんだけど、二人ともドキドキしてる。やっぱりすごくドキドキする。お前なんかに負けるか。なんだと？俺の方がドキドキしてるし。おかしいな、この二人。怖いよ、この二人。ふみちゃん、これはもしかするとですね、三角関係でよく起こると言われる修羅場というやつでは？これでも三角関係って言うのかな？ね。全然ミカちゃんは別にね、なんでもないんだけどさ。このままでは大喧嘩に発展してしまうかもしれません。さっきから三人の方にものすごい陽気も感じますし、あ、やっぱり妖怪のせいなんだ。は、これもまさか妖怪の仕業？そう、だからタク君とケンジ君が急に変なことを言い出したんじゃない？ええ、間違いありません。早く探し出しましょう。妖怪のせいなのか、結局。あ、ほんとだ。妖怪の反応がある。何の妖怪だ？ズキュンタ？あ、違う。あ、これか。そういえばこんなやついたわ。ドキドキ。ドキー、見つかっちゃった。あ、いたよ、ウィスパー。これ何？ですね、ちょっと待ってくださいよ。出ました。妖怪ドキドキ。言いづらいな、これ。ドキドキね。ドキドキです。ドキドキ、何言ってるの？ですから、ドキドキですって。人を無意味にドキドキさせる妖怪ですよ。そしてこれはですね、妖怪不祥事案件でいうところの、今まで気にもしていなかったのにドキドキしちゃう、これって恋です。それって不祥事なの？もちろんです。世の中の初恋の 80% はこいつによる勘違いらしいですよ。確率高いな。80% か。しかしですよ、タクとケンジはまさにそれじゃありません？確かにね。この二人なんかおかしい。このままじゃこの二人もっとひどい喧嘩になっちゃうから。
ドキドキする展開だよ。僕の邪魔するつもり？君もドキドキさせてやる、ドキーン。ああ、こいつと戦うからだからレベル20だったんだね。もうこんな妖怪いたね。うん、結構硬い。結構硬い。倒した。妖怪は倒したけど、あ、消えた。ふう、ドキドキいなくなっちゃいましたね。うん、でもこれで、タクコ、タクとケンジも元通りのはず。早速二人の様子を見に行きましょう。重っきしバレてるね。目の前にいるからね。そうだね。あ、これで、正常に戻ったのかな？あれ？あれれ？なんかテンションが下がってくぞ。なんで俺ケンジと喧嘩なんかしてたのかな？おお！さっきまですっごいドキドキして、タクは一生のライバルだとか思ってたんだけどよ。おい、二人ともどうしちゃったんだよ、もう。あ、ミカ。あ、ミカ、ミカ、あれ？しねえ。ミカを見ても全然ドキドキしねえぞ。ひどいな。俺もドキドキしない。おお、ちゃんと元の二人に戻ったようですね。うん、よかったのかな、これで。二人とも何言ってんだよ。もうわけわかんないよ。ああ、いや、俺たちもよくわかんなくてさ。私すっごい心配してたんだぞ。え？もう喧嘩なんかしちゃダメだぞ。あ、かわいい、泣いてる。だって私たちはずっとずっと友達なんだからな。あ、これでおしまいなのか。まだ小学校5年生だからね。ちょっと早いのかな、初恋とか。経験値391。あー、これでおしまいか。ちょっと寂しいな。ん？当たり？お、大当たり。初めて。あ、いいね。さあ、終わってしまった。ちょっと残念ですけど、まあね、しょうがない。